忍びリフレ戦乱神楽。マッサージが終わったのですね。とても気持ちが良かったです。終わってしまうのが惜しいくらいで。それにしてもなぜでしょう、体が妙に熱っぽくて。もしかして風邪でもひいてしまったのでしょうか。いえ、きっと違いますね。きっとこれはあなたに触れられていたからです。私が眠ってると思って随分大胆に触れられていたような。でもまあ気持ちよかったのは確かなので、これ以上の追求はやめておきます。マッサージだったわけですし、今回だけですからね。これは、待ってください。なんだか、また体が、熱い。体が、ほてってしまって。やはり、風邪なのでしょうか。いいえ、でも、この胸の高鳴りは、やっぱり、あなたのマッサージに原因がある気がしてまいりました。私、おかしくなってしまったみたいです。これはもう責任を取ってもらうしかないですね。あなたには私の専属のマッサージ師になってもらいます。一日一回は私の体をほぐしてください。そして必ず私を気持ちよくすること。痛くはしないでくださいね。期待してますから。声が出てしまったではないですか。今のは忘れてください。でもあまりに気持ちよくてついうとうとしてしまいました。あなたはどこでこんなマッサージを覚えたのですか。反則です。気持ち良すぎます。こんなに大胆に触れられるなんて。そういえば眠ってしまっている間にあなたの夢を見ました。どんな夢だったかは秘密です。だってこの夢が現実になるかもしれませんから。そうですね、一つだけ教えてあげるとしたら、あなたかっこよかったですよ。これ以上は秘密です。でもあなたって不思議ですね。他の人とは全然違う魅力があります。あんな手つきでマッサージする人なのに、なぜでしょう。それを知るためにはもっとマッサージしてもらうしかありませんね。明日も明後日も末永くお願いします。
りですか。ありがとうございます。とても気持ちが良かったです。私あまりの心地よさで気づいたら眠っていたようです。とても楽しい夢を見ていた気がするのですが、ぼんやりしていてどうしても思い出せません。ただ夢の中でもあなたが一緒だったことは覚えています。夢の中のあなたは確かかっこよくてたくましくて面白くていい人で、やだ、あなたを見ていたら胸がドキドキしてきました。この気持ちは一体何なんでしょう。今まで感じたことがない、胸が苦しいようで、でも嫌じゃないこの感覚。これが恋なのでしょうか。いえ、恋といってもその夢の中の話で、私としたことがこんなことを口にしてしまうなんて不覚です。でもあなたのことが気になるのは本当です。これからも私と会ってもらえますか。もっとお互いのことを知るために。そうすればきっと私の気持ちも夢の中と同じように。ですからこれからもよろしくお願いしますね。ということでしょう。こんな気持ちになったのは初めてです。もしかしたら私あなたのことがすみません、変なことを言いそうになるところでした。マッサージをされている間、心臓がドキドキして止まらなかったんです。今だってほらドクンドクンって聞こえませんか。あなたがいけないんですよ。あんなに素敵なマッサージをするから。もうダメです。やっぱりこの思いを抑えることができません。私あなたのことが私の本当の気持ちです。心から出た言葉です。あなたの気持ちはどうですか。私のことを
どう思っているのですか？本当のことが言えるように、今度は私があなたに素敵なマッサージをしてあげますね。マッサージをされていただけなのに、胸の中から思いが止めどもなく溢れてきます。あれは夢だったのでしょうか？いえ、夢ではないような気がします。私とあなたは確かにそこにいました。それならば、あの夢は深く考えても仕方がないことなのでしょうか？夢は夢、現実は現実、でも変わらないものもあります。それは私のあなたへの思いです。あなたの私への思いも分かっています。だってあんなに触られたのですから、あなたの手のひらからちゃんと伝わってきました。私への思いはということは、私たち両思いってことですね。初めて好きになった人と両思いになれるなんて、私幸せ者です。それであなたに一つお願いがあります。私あの夢が何なのか知りたいのです。やっぱりどうしても気になって。それにはまたあなたのマッサージが必要です。あの夢を見るためには気持ちよく眠れないとならないので。しっかり揉んでくださいね。最高のマッサージを期待してます。やはりそういうことだったのですね。ありがとうございます。あなたのおかげで忍び結界から脱することができました。今まで見てきた世界は本物ではありません。私の心を映してできたものです。ここにいる私はユミ、私塾月仙女学館の忍びです。申し訳ないですが、あなたには全てを忘れてもらいたい。あの世界は幻、夢であったと。私には悪人や妖魔と戦う任務があります。もうあなたと会うことはないでしょう。
ですから。忘れることがお互いのためなのです。ダメですね。こんなことを言っても。だって私が忘れられそうにないのですから、あなたのこと。あの世界は虚構だったかもしれない。でも私の心を映したものである以上、全ての気持ちが本物だった。そうです、あなたに告げた思いは嘘ではありません。待っていてくださいとは言いません。ですが、全ての任務を終えた時、私はもう一度ここを訪れることにします。その時、もしまたあなたと会えたとしたら、いいですか、その胸に飛び込んでも。ですから、さよならは言いません。またお会いしましょう、この場所で。しいですが、あなたからのお願いですから。あなたと一緒に過ごしているとどうも調子が狂ってしまいます。いえ、嫌いということではありません。その、この時間もあなたのこともとても愛しいです。忍びリフレ、戦乱神楽。